別容認せず LINE 資本見直しでっていう記事があって、えどういうことって思ったんですけど。だから、ま、あの LINE は前々から韓国資本で、あのそれで、あのなんていうかな、セキュリティとかサーバー管理っていうのは基本的に韓国海外になっちゃってるんだよね。そこは問題だと私ずっと前から言ってて、だから私は LINE は使いませんと、要するに安全保障上の話としてね、大問題がありますよって言ってたわけよね。それようやく日本の方の総務省も気がつき始めて、ついに言うようになったわけ。そうですね。私ね、 LINE の話ってね、結構専門誌に昔書いたんだけど、今が10年ぐらい前だよ。そんな前、もう LINE はこういう仕組みですからと、要するにサーバーを韓国、なんていうか海外に移ってるから抜き放題ですよって書いたんだよ、そしたらさ、その当時はさ、なんかえらいさ言われちゃったんだけどさ、でも結構正しかったんだけどさ、でその時から私は LINE は危ないですってずっともう10年間ぐらい言ってんだけどね。そしたらさ、でもだん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 さ、日本でもさ、地方自治体がなんか使うようになったりさ、みんな平気で使うようになって、どん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 増えてきたじゃない、増えてきたらさすがに総務省の方もちょっとやばいと思ったんで、いろいろ調べるとやっぱり問題があったって話になって、いろんな強制指導してるじゃない、してます、ね、してるんだけど、それもさ一回で済まないんだよな、もうこれでは何が根っこかっていうと、実はあれだよ、あの 親会社は韓国にあるってことなんだよ、はっきり言うと。そこでその親会社があるから、そこのがいろいろと情報のため のアクセスがそういうのできるようになっちゃって、そうするとそこから漏れるんだよ、でそれが全てなんだよね。だからもう LINE はあれだよね、日本の法人は韓国のことを切り離せしないと抜本的な解決できないんだけど、今回に2度目の行政指導でようやくそれに近い話が出てきたんだ、そしたら韓国が文句言ってるって話だ。でもそんなこと言ったらさ、あれだな、あの今 TikTok っていうのはアメリカでさ禁止になってて、 あれ何が禁止っていうのはどういう意味かっていうと、あの中国資本と切れってだけなんだ、切れっていう話なんだよ、 はい、でそれと一緒なんだよ、安全保障上問題があったらどんなとこでも切るんだよ、そういう話をしてるんだけど、これが差別でも何でもないよ、どこの国でもあの安全保障上問題があれば資本関係見直せっていうのは当然だよ。でそれが差別だっていう言い方をするんだけど、あれじゃない、あの LINE だってさ、資本関係切ってもさ、あの利益得られるんだからいいじゃない、株式が出るんだから、それだけのことだよ。そうですよね、だから何言ってるか分かんないけどさ、だからこのままずっとね LINE を配下に置いといてね、日本のね情報を躊躇したいのっていうふうに思うよ私は。なんかそうですよね、いや日本の情報を躊躇したいのって言ってるんじゃない、等しいからね、だから安全保障上の問題として実は LINE の方の資本関係を切って日本だけでやれというふうに言ってるだけだよ、だからこれを韓国がどうのこうのっていうのは全く大方違いだよね、はい、そうです、同じ立場になった時に、安全保障上の問題があった時に日本法人の傘下の企業が韓国でやってたら同じことやれると思うよ。これだから日本法人でアメリカでやっても同じこと言われるかもしれない。ああ、まあそりゃそうですよね。そうか。だからそれは韓国はちょっと、これはちょっとおかしいですね。安全、経済安全保障上の話だから、これはもうどうしようもないね。だから、あの韓国さん、ちょっとこれはお方違いですよと。差別容認、差別っていうか、まあね、資本関係があることが日本の安全保障上問題があるってことなんだ。そうですね、韓国がこの間選挙があって野党が勝ったこともちょっと影響してたりする。まあ、あるよね、あのだからどちらかというと、あの議会の方はさ、もう完全にあれだもんね、あの野党でさ、反日がたくさんいるもんね。そうですよね、だからこれはこれであれなんじゃない、容認せずって言ったって日本の国内の話だから、あんたあれいろんなこと言ったら内政干渉ですよっておしまいなんだよ、日本は何しようとそれは安全保障の話だからいいでしょうと、なんかちょっと勘違いしてんだよあそこの国は。すごい勘違いしてんだよ。なんか大体あれだよな、あのユンさんとか親日だと思ってて、あのスワップとか緩めてあげたりホワイト国家なんかで緩めてあげたんだけど、全然関係ないんだよね。そうなんですね、やっぱり、いわゆるその募集校の話なんかでもさ、平気でさ、日本企業からさお金取ろうとしてるんだよね、全然関係ないんだよね、だから岸田さんあれだよね、こう強くやんないとね、また舐められますよ、でまたフラフラと中国の方に近づいてくっていう。
これ、はい、どっちになるか分かんないけどね、はい、これで中国に近づいたらもっと安全保障上の問題、経済安全保障上はもっと問題になるよ。そうですよね、うん、だから日本もあれね、 TikTok かなんか許してんじゃない、あれ危ないよ。あ、 TikTok はそうか、何もしてない、何もしてないよね、アメリカであれダメにしてるでしょ、うん、だから同じような措置やったって全然不思議じゃないんだよ。そうですね、うん、だからあの逆に言うとさ、韓国だけやってんのかって韓国言うかもしれないから、じゃあ TikTok もやりますよって言っちゃえばいいんだよ。そうですね、うん、みんなやっちゃいますよと、うん、安全保障上問題ならみんなやっちゃいますと、というふうなことでもいいかもしれないよね。なるね。だって日本自治体が LINE とか使ってきちゃう、あれやだからさ、デジタル庁も使ってる人はちょっと、はい、ちょっと理解不能だよ私は。デジタル庁なんか一番そこ強くなきゃいけない。いやちょっと LINE はずっともう10年以上前から分かってたからね、うん、で結果的にはさ、ここで総務省がやってんだけどさ、うん、他のところで使ってるでしょっていうのが韓国の言い分だよな、おそらく。ああ、そう言われちゃいますよね。言われちゃうよ、だからさ、ああいうのさ、やっぱりちょっとまずいんだよな、うん、まあだから資本関係を見なせば別にいいかもしれないけどね、はいはいはい、ではちょっと徹底してないんだよ、あの、うん、いろんな意味でのこの安全保障の関係で。そうか、うん、なるほどね。なんかこれみんな分かんないのかな、こういうのって。私なんかこの番組で CE の話とかさ、いろんなのしてるけどさ、はいはいはい、そんなにいつも変なこと言ってないよこれ。そうです、ね、結構気がつくもこういうのって、あ、見ててすぐ、あ、このソフトダメだなっていうの分かるよ。それはどこで気がつくんですか。まあ約款読むっていうのが基本だけどね、うん、それとあとあれでね、やっぱり抜けるのは抜けるよ、抜けるのは抜けちゃう。あの向こうのやつはサーバーをどこに置いておくかの話なんだけど、はい、基本的に自分の国に置いちゃうからね、はい、そうするといろいろそこから抜けるんだよ。だから要するにインターネットの上っていうのはデータをどこに置くかっていうのは基準重要だから、その時に他の国に置いちゃったらもう日本の法規制効かなくなるから、ね、あ、まあ確かにそうですね、うん、そこで抜けるってことはよくありますよ。そこからだってさ、あのはっきり言って親会社の方がサーバーアクセス権があってあるでしょ、うんうん、その時にサーバーを外に置いてたらそのアクセス権を持ってその情報取れるじゃない、はい、イマジネーションの話なんだけど、これってちょっと分かりにくいかな。そこまで考えがやっぱり及ばないというか、だからソフトとインターネットの仕組みを知ってると結構そんな難しい話じゃないと私は思うんだけど、案外こういうの今分かんないみたいに、今操作してるからさ、時々相手スマホの中にみんなあると思って今度してるもんね、うん、結構そんな印象ですね。確かに全然ないよな。だから私なんかスマホ買うときに大きいさストレージ買う、はい、全然買わないよね。だってみんなソフトだって知ってるからさ、クラウド使うからこのストレージちっちゃくていいんだよ。クラウドはちゃんと外のどこかを確認しながら使ってる、はいはいはい、やっぱまだアメリカ製だったら まだマシだし、クラウドどちらかというと私なんかは、はい、あれだよね、家にクラウドがある感じがあるんだから、だからあれで あんまりそういうの使わなくてできるんだよ。家にクラウドがあるんですか。クラウドってそんな作れるんですか自分で。簡単だよ。すげえっすね。そういうのを持ってるから、実はデータを家にアクセスして取るってことはよくあるよ。ああ、私たちが iCloud とかでやってるのを自分ちでやってる。そう、自分ちでやっちゃうから、まあ、それはセキュリティは一番いいですね。一番確実だと思ってるから、だからそういうふうにやるくらいだから、はい、あ、もちろん iCloud もあのワンドライブも使うけどね、使うけれど、あのそうじゃないのも使うし、自分のも使ってる、うん、なそう、だからそういうふうに使ってるくらいだから、やっぱりどこに置くかって重要だって分かるよすぐ。あ、そんなん作ってたんですね。そんな難しくないよ。そうですか、うん、自分家にサーバーを置くだけだから簡単で。ああ、そうなんですね、うん、自分家にサーバーを置いて、あれだもん、あの Linux 系のね、はい、あの自分家のサーバーで、はい、それで置いて、はい、そこで操作するだけだもん。へえ、それで常にちゃんとこうアップロードしてっていうことができるんですか。だってそんな普通にアイクラウドやってんと一緒だ、はい、全然そんなの差なんかないよ。そアイクラウドで頼むか、家にサーバーがないければアイクラウドに頼むしかないでしょ。うん、そうですね、うん、はい、家にサーバーがあったら全然別にアイクラウドに頼む必要ないもん。いや、もうすごい凄腕ハッカーみたいですね。このくらい普通だって。そうですか。別にこんなもんはちょっと多少コンピューターとかインターネットやってたらそんな難しくないって。わ、はい、かりました。それ